はい、今日は、シボレーのカマロという車をご紹介します。実はもうアメリカではカマロは新型が出まして、もうこのモデルは最終のモデルと、言えるんですが、まあ新しいカマロはですね、やっぱり最近の、まあ、トレンドに倣ってエンジンはダウンサイジングされて、ターボがつくというようなエンジンに変わっています。昔ながらの大きい排気量で、自然吸気のエンジンっていうのは、まあ、もう実は今となっては結構珍しいものになりつつありますので、まあ、その良さをですね、今日はレポートできたらというふうに思います。カマロには、2種類エンジンがあります。一つは、V6 の 3.6 リッターエンジン、もう一つは、V 型8気筒のエンジンが搭載された 6.2 リッターがあるんですが、今、乗っているのは、V6 の 3.6 リッターエンジンです。最高出力は、327馬力ぐらいありまして、まあ、もうそれだけで十分なパワーを有していることがわかると思います。まあ、それよりも大きい 6.2 リッターは確かにもっともうモンスターマシンみたいな車なんですが、実際、この 3.6 リッターの V6 エンジンでも、十分にスポーティーに走ることができます。トランスミッションは、6速の、オートマチックが組み合わされています。もちろんもうこれも今となってはもうなんか当たり前になっているマニュアルモード付きです。ステアリングのパドルの部分でですね、マニュアルの操作ができます。この操作をした時にはですね、もちろんこの中央のまあマルチファンクションディスプレイといいましょうか、インフォメーションディスプレイにも表示されるんですが、この車の場合はヘッドアップディスプレイがついています。ヘッドアップディスプレイというのは、ちょうど私の座っているドライバー席からですね、窓ガラスのところに、メーターなどの、まあ情報がですね表示されるんですが、そこにもですねギアをチェンジすると今何速であるというような表示がされます。このヘッドアップディスプレイという装備自体は、まあ、それほど新しくはありません。もう20年ぐらい前からトヨタのクラウンなどにも採用されている装備ですけれども、実際ドライバーがこう座っていて普通のメーターを見ようとすると焦点距離を変えなければいけない、本当は道路の方を見ていなきゃいけないんですけれども、メーターを見るために道路から少し目をそらして手前のメーターを見なければいけないということが普通の車だったら必要になってくるわけですが、ヘッドアップディスプレイがついている車だった場合はほぼ前の道路を見ていれば自然に目の中に今の速度、今はさらにタコメーターも表示していますので回転が何千回転かという表示を見ることもできると、そういった機能になっています。こうすることでやはり安全の面からは嬉しいところが多いかというふうに感じます。はい、今ちょっと加速をしてみました。音は結構まあ、スポーティーな音を聞かせますね。今ちょっとわざと低いギアに入れてみましょう。今2速に入れました。エンジン回転は3000回転あたりです。ここからちょっと加速をしてみます。はい、まあ、やっぱりですね4気筒とは違って V6 のよういかにも V6 で、さらにやっぱアメリカ車らしいちょっと低音のですね排気音が聞こえるというところが、まあ、ちょっと今となっては懐かしい印象さえ感じられます。まあちょっと私この間この車を1日借りてですね高速道路などを走ってみました。実際に高速道路で時速100キロで流れている時にエンジン回転が1500回転しか回っていませんでした。よくちょっと前までの車でしたら本当にエンジン回転は2000回転、多いもので2500回転ぐらいまで回ってる車は非常に多かったんですけれども、この車は1500回転、意外と高速などではこの車は燃費が良さそうだということは感じました。まあ非常にこうたくさんある、ギア比であればあるほどですね、
美味しい、このエンジンの美味しいトルクをまあ、掴めるというところもありますので、やはり、6速のオートマチックというのは魅力的なところかというふうに思います。今これ街を、まあ、一般公道を流れているんですが、実際、サスペンション足回りの印象は少し硬いのが正直なところです。まあ、正直なことを言えば、もう少しこう道路の凹凸を越えた時の振動が、少ない方がいいかなというふうには感じます。ただこれが、まあ、山道など曲がりくねった道路などを走る時には、結構踏ん張りがあってですね、いい方に役立つのかなというふうにも感じます。このあたりは、好みの個人の好みに関わるところですので、まあ、何とも言えないところですから、これはまあぜひ実際ご自分で乗っていただいてどうかというのを感じていただければというふうに思います。他にこの車の場合はですね、まあ内装も結構こう、特殊な、普通の車とはちょっと違うようなところがあります。例えばこのセンターのところには4つほどメーターがついています。油圧計、油温計、電圧計、さらには、水温、これはトランスミッションの、オイルの温度ですね、そんなものがここには表示されています。さらに、メーターの中央にあるインフォメーションディスプレイには今は、航続可能距離が表示されていますが、これも、非常にたくさんの、表示に変えられることができます。タイヤの空気圧などをこういうこのように出すこともできますね、はい、でここでいろんな車両の設定を変えたりもすることができるというわけです。でこのカマロは、左ハンドルのみの設定です。まあ、それほど数がたくさん入ってきている車ではないものですから、なかなかそのために右ハンドルというのは、難しいのかもしれません。今ちょうど右折レーンへ入って右折をしようとしています。でこういう時には正直なところ、左ハンドルというのは、対向車、特に前から右車線の車がいる場合にはですね、見にくいところがちょっとネガティブなポイントではあります。ただペダルのレイアウトなどはですね、左ハンドルの方が もちろん、自然であるだとか、左ハンドルの方が、まあ、輸入車らしくていいとか、いう考え方もありますので、まあ、そのあたりは、それぞれの個々の考え方で、まあ、随分気持ちとしては変わってくるのかなというふうに感じます。今ちょうど街をまたこれ流れていて、まあ、ちょっと路面が若干荒れていますね。荒れているところで乗ってみるとやはり少し、こうバタつきのような印象はあります。まあ、スポーツカーだから、まあ、そういったものかと思えばそういったものなんでしょうけれども、まあ、一昔前のアメリカ車の普通の乗り心地をイメージされると、もちろんそれはまあ、違いますね。それはもう車の、テイストが元来違うものですから、それは、まあ、仕方がないのかなというふうに感じます。カマロはもう非常に歴史のある車です。もう1960年代からある車で、もう非常に歴代、もうこの車は何代目かちょっと忘れてしまいましたが、非常に歴史のある、もう名車と言ってもいいぐらいの車です。そんな車に、まあ、乗ってみるというのはですね、非常にこう価値のあることかなと、も思います。今、信号待ちです。で、アイドリングの状態で、こういう状態では本当にエンジンの音は静かです。で、排気の音も、もうほとんど聞こえないというような状態です。で、
回転をどんどん上げていくと、やはりこれはアメリカ車らしい、昔のアメリカ車らしい、まあ、音、低い排気音が聞こえてくるというわけです。実際こう街をゆっくりゆったり走る分には意外に普通に走ります。回せばなかなか刺激的でも、ごく普通にですね、落ち着いて乗っている分には、それほどの大きな、支障は、まあ、こうすごくせかされるようなですねイメージはないかなというふうに思います。